いやー、そうだよね。ちょっとそれを調査しんだよな。まず、これ水作ります。で、なんだよね。で、どうやったら得点高くなるかなって今一生懸命考えているよ。一旦これか？きついなぁ。ジェイソン静かだね。よくわかってない。そんなことないよ。ずっとよくわかってない。よくカわナかダでしょ？ははっ。いや、どうしよっかな、ここ。なんか怖い。そうだよね。これを、オッケーオッケー。よしよしよしわ、すごいな。でも左のタスク求めすぎているあまり中心のやつ完成しないっていうことにもなりかねないので注意していきたい。模様 AA、模様 BB、色 CC っていけるってこと？あ、違言ってる？う違う、じゃない。模様 CC だったら高い方だよねって。模様 CC って何？模様、模様、模様。だから3組の模様を組み合わせて作ります。その上で色も3組になってますが、高い方。だから模様だけだったら模様だけだった青、ら青い方だよ。またはだ色だけから。でやっても青、青。色の異なる3タイルが2種類、および模様の異なる3タイルが2種類だから、色も模様が3柄、3つの柄使って2色のペアっていうか、こんな何 ABBB を作るってことでしょ。色か模様どっちかだったら青、どっちもだったら黄色。うん、それが全て。だからもうこの下のやつはもう無理だね。だからちょっと JJ さん、きついかきつくないかだけちょっと教えて、みんな。俺は全然やれてるよ。よくきわつかってないよ。い、きつい、よくわかってないんだよ。よくわかってないよ。いや、きつい。ジャイちゃんは AABBC。ああ、いけんじゃん。ジャイちゃんは全然いけるよ、まだ。いや、きつい。いいの？俺多分俺の、ね、だってそんな両方一致は超きつくね。ジュートリアル両方一致になんなかった？一番最初。俺なんか両方一致じゃなくてもいけた気がするんだけどな。チュートリアルやったら完成したときにさ、A、B、B、C、C って出てきてくれるんじゃん。いいかい。でもこれさ、カルデチとかさ、黄色とってね。模様が異なってない、俺のピンクと黄色が。いや、そうだよな。確率的にこっちの方がいいか。まいった。あ、引いた。でも、青シダ来たから、あうん。れ、完成するじゃん、レオは。おいっす。いやー、えぐい。えぐいっす。え、これどうなるか分からんね。考えることが多すぎて。誰が勝ってるのか分かんない。でも、ある程度はもう決まってない？うん。手番回ってくるまでに。決置くまっのはてる。確定してて何取るか。そう、決まってる、決まってる。他の人のところまで考えれない。変更が起きることほぼないもん。何が欲しいんだこれ。惜しくなさすぎる。どうしよう。まあじゃあ一応。水色でいって、これを、いらないタイルめっちゃ来てるもんな今な。この桜みたいなやつがみんな今。全部ないんだとこやな。オッケー。よしよし。一安さんがしるこさんにちょっと近づきました。どっちでもいい。って感じね。本当にね。どっちでもいいことなんてある？全然ある。あるか。これが、うわ、きつい。入っちゃってでも無理なんだ。これ、これ、厳しいです。まあ。色揃えとくか。一安さん。ん？モミジみたいな柄好きだね。いや、もう真ん中のが色と模様を狙えるかなって思ったら、
いやー厳しい。アイロン線積んでた。後半が結構うまくいくかいかないかむずいっすねこれね。前半がうまくいってないから後半に余裕がないとも言える。なるほどなるほど。簡単なお酒やっちゃったせいでっていうのもあるかもしれない。でも後半はねどっちにしろ選択肢ないから、うん、運がより強いね。運がね、確かに確かに。相手の何を狙ってるかみたいなのも見とくべきだったのかもね。確かにね、傾向ね。うん、いやこれ難しいな。なるほど。なんかジロエちゃんのすげえ空いてる気がするのはなんでなんだろう。あ、外から埋めてるから空いてるように見えるのか。まさか上手いよ俺このゲーム。マジ今どこ上手ですよ。これ取るの難しい。どうしよう。何でもいいよ。さっき何取ってくれてもいいよ。考慮はしてないでもそうだ、自分が欲しいの取ってるだけだよ俺。そうね、そうね。正直人のこう邪魔するなんてことは余裕はないね。自分の欲しいやつがやっぱ欲しいよね。いや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 厳しいですよ。熱っ。あ、黄色完成したやんこれで。黄色緑、うん、いいっすね。引いたやつ来てるっていう感じだね。何でもよかったね。緑でもよかったし、別にピンクでもよかった、ね、全部違うやつがさ、やりやすいのかやりにくいのかどうなんだろう。やりにくくはあるな。やりにくくない。右に置いたら結構もう2色はきついでしょ。どっちも狙いみたいな。そうそうそう。左下だったら1個しか干渉しないからあれだけどね。だから点数も高いんだねきっとね。両立させづらいから。俺あとピンクと青だけなんだけど。欲しいの？ボタン。ああ色揃えるやつね。ああ虹色ね、3つもらえるよってやつね。これ全部揃うとどうなんの ?3 点よ。違う、あの一番上のレインボーみたいなのあるじゃん。ねえちょっと欲しいよね。え3点じゃないの？各3点で6種類あるけど、一番上のレインボーは何なんだろうって。どうやって取るんだろうって。あ各3点なんやこれ。そもそもレインボーついたらまた何かあるんかな。どうなんだろうね。レインボーって何って感じだけど。へへ。ここ置いちゃおっかな。で、どっちにしよう。ピンクにするか。うわぁ、話変わった。来ないなぁ、欲しいやつは来ないなぁ。そんなことあんの？先生だ、水玉。それ話変わったわ。いや、もう余裕がないです。もう本当に全てがうまくいかないと。ないよね。状況が。なんとも。おっと？待てよ。いや、こーらーど。以上どうしましょうねこれ。とりあえずこれ置くやん。ほんでだな。いや今何を優先させるべきかすげえ悩むな。まあもう右も左も7点しか取れないのかそれ。うんうん。いやむずむずくなってきましたねだんだんと。ちょっと一橋さん3枚ぐらい持ってってもらって。リロルリロル、もう置ける範囲が少なすぎて別に難しくなくないこれ。やれることが少なすぎない。やれることは少ない。あれなんかあれみんなの点数0点に見えてきちゃった。なんでだ。斜線の紫取っていったね。欲しかった。それ本当に必要。それ本当に必要。あんまり必要ない。うわ置く時が来たか。ジェイちゃん、いやどうしよう。11点を取るか。うわピンクの方が良かったんじゃないの。上でピンク3連作ってお茶濁した方が良かったよ。誰紫もあれなのか持ってないのか。いや一橋さん一橋さんだよね。紫もあるし左下が模様3つがあるから模様3つか色3つか11点取った方がいいな。これがマジ藍色じゃなければマジ全然あったんだけど。11点取ろう。 OK 藍色やめて何色なのじゃあこれ。紫でしょ。違う違う、藍色あるやん。藍色使ってないの？え？あるやん、藍色。ジーンズ色みたいなやつ。藍の色どこにあんの？一橋さんの盤面の。俺の左上、真ん中の左上。真ん中の左上？青色ってこと？藍色。小豆色ってこと？
いや、いい色やん。青はちゃうやん。じゃあ青、青、青に見えるか、これが。貴様の目には青に見える。怒らんで。厳しいから、青に、青に見えんのかっていう。怒らないで。おー、厳しいんだよ。分かったから怒らないで。白って200色あんだぞ。あー、そうそう、そういうことだよね。いやー、全部黄色が良かった。あとなんで全部あの青色のボタンじゃなくて黄色の金色のボタンが欲しかった。金色のボタン、ああそういうことだ。3個。いやー、きつい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 ぞ。いや、これ誰が勝つんだと思う。でも盤面見て予想がつかない。きついんだよね。まあ一応これでいいや。斜線と紫全部取ろう。紫俺も手に持ってるよ。あ、じゃあダメだ。抱えてんだよ、もう。手遅れだ。でもラスト1枚あるよ。山に。うんうんうん。人が欲しいやつ取ったとって、自分が勝てなきゃだよね、もう。自分が1位だってやる意味あるよね。いやいやいや、待てよ。全部いらないかもな、これ。捨てる？この残ってんな、人の手札にあるやつは残ってるって言うのかな？言わないのでは。山札にないから残ってないじゃない。このいらない中で何が、あえているんだろう。うん、黄色のどっちかじゃない？それだったら。これじゃないか。いや、こっちかな。最後の方ちょっと引けてないな、全然。じゃあ次第。街が広い置き方しないとこれ後半きついね。そうそう。ね。本当にいかに街広くできるかよね。次第。色はもう無理だから。いらないな。どうしようかな。ここら辺からいらねえなーってなってきてる。が、果たしてこれでも黄色いってあれなのかな。模様の異なる3タイルが2種類って、これ緑と黄色両方模様それぞれ違わなきゃダメなのかな。うん、組み合わせは何でもいいんでしょ、別々の考えで。うーん、ガルデツさんは10点はね追加されそうだけど、何のもらえるの。これが13になるのかどうかだよね。黄色のところが13にはならないのでは。ならないの。これ7じゃない。最高。色の異なる3タイルが2種類、および模様の異なる3タイルが2種類。模様異なってない。模様に関しては黄色と緑でこれ模様一緒だとダメなのかな。ダメでしょ。模様に関してその周りに2種類だけ置かれてるっていう状態じゃない。ダメなんじゃない。そうなんだ、ね、2色で両方とも同じマーク使ってなかったら、うんうんうん、いいのかなと思って。うんうんうん。え、どういうこと。斜線、うん、ここに来ていっぱい出てきたね。黄色か緑の斜線、黄色か緑の斜線。ちょっと待ってよ。地盤得点が高くなるようなところに。そうだね、得点の。じゃあ何だろう、何が、何が欲しいんだ。ジライちゃんは、ジライちゃんはもうぐちゃぐちゃなので、いや、これこっちだな。こっちにして、はい、どうぞ。うわうわー、まいった。最初使わなくてもいいもんな、手札に残ってるやつ多分。ああ、これ7なんだ。やっぱあれなんだ、7だと思うわ。待つかね、待つかって感じだよね。いや、もう限界が知れちゃった。自分の取れて何点。最高点数見えた。悲しいながら、悲しいけど。でもこのさ、青、この全部違うやつ結構強くない？意外と。強い。ね。揃わなくても10点って。いや、きつい。きついよ。もうダメなんだ。もうダメなんだ。もう無理なんだ。え、でもいいじゃん。7点、7点、14点取れるよ、ここで。何がダメだった？上はね、ちょっとあれだって。最後がね、
全部完成しない可能性が出てきたね、これね。ここで一つ奇跡のドローをかまさないといけない。これ何取るかだな。ここで履いてやるぞ俺。これでいいんだけど。俺マジで履いてやるぞ。マジ？紫シダ？うん。で色は終わってるから模様だけでよくて。よし。入った。ピンクだ。これ履いてある。これまだある。来い。いやー。まあ、残しとくとでかいよねやっぱり。外側を最後まで。もう終わりだこれ。次引いたやつしか置けないんだもんね。そういうことだもんね。結構いい勝負じゃない？やっぱりまあみんなね。ちょっとまあか。51点あるこれ。うわー。マジ。カルテットさんは少なくとも。あ、これ紫の何が欲しいんだっけ？紫の車線だね。紫車線か。紫車線。ジレジは必要なさそう。いや全然取るよ。全然取る。あったら取るよ。あったら取る。あったら。まあ、でも勝てないけどね。うん。まあ、48だ。せいぜい、あがきな。取れなさそうだな。51点だよ、俺。51点書く。51書くか。うわぁ。51書くは強いな。52来た。52来た。紫、こんかった。こんかった。1S3、52。1S3、1位じゃね、これ。もう紫引ければ3点伸びた。石井さんめっちゃ強くね？勝てんくねこれ。まだ伸びる。俺はもう伸びない。俺は終わった。出せなかったわ。引け！うわ。すまない。まあ紫はね、いけるから10点。お、勝った。マジ。3点か。13点。51。え？虹色何？虹色何点だったこれ。3じゃない？虹色も3点、虹色が作れたのでかいんだね。じゃあね、いやー作れんかったな。で54点が見えてるってことね。そう、あれが置けなかったんだよな。千秋さんはなんか伸びないんですか？いやもう紫が引ければあと3点伸びたんよ。あーね、紫で、うん、結構でかいよねこの紫3枚タイル。え、紫3枚ってさ、重複すんのそれ。別で作ったら。そう、俺上と下に緑2つあるもん。ほんとだ。そう、3枚ずつ作ってったら結構効率よく点数もらえる。そうなんだ。たら、そうそう。いやー、黄色の下引けんかった。いやー、50点フィニッシュかなー。あ、黄色のシダ引きました。いや、いいな。それよ。それがあれば。それがあれば違ったのに。いやー。それがなくて。悔しい。アルデスさんが最後に残しておいた。紫引いて、向いて。10点かな、それで。10点。いやー接戦ではあるけど、そうですね、ちょっと悔しい。みんな本当あと一つ完成するかしないかで、まくれたかどうかみたいな。結構この全部違うやつは強いってことが分かりました。うん、強いね。うん、だ片方で10点はめっちゃでかい。うん、いや、虹まで作って綺麗でした。綺麗ですね、最後ね。ありがとうございます。マスターキルターになりましたね。かっこいいな、マスターキルター。うん、僕がマスターキルターです。一個ちょっとね、指定デザインが成功しなかったので、ここはもうでかいですね。うんうんうん。猫トークンはめっちゃもらったけど。はい、というわけでね、キャリコ。途中から接戦になってたのも面白かったけど、最後、持ってたな、ガルデツさん。最後のこの虹揃うあたり、綺麗だったもんな。手に持ってましたからね。うまかった。ピンクからの虹ちゃんと揃ってたのもすごかった。皆さんもね、よかったらお友達とキャリコしてみて遊んでください。じゃあまた次回の動画も見てください。バイバイ。バイバイ。